コルヒーダは、ロシア帝国の保有した提出ヨットである。官名は、グルジア西部、または、アブハジアの旧地名、滅んだ王国の名である、コルキスのロシア語名である。コルヒーダは、ロマノフ家専用の高速軍艦として建造された。配置は、国会方面とされた。1913年には、提出ヨットの役目を終えて、国会艦隊の通報艦に類別され、 ペルナーチと解消された。ペルナーチとは、ルーシで武器として用いられた刃物の一種である。しかし、その後も、急症で呼ばれることも多かった。1917年に、ロシア革命が勃発すると、ペルナーチは、臨時政府国会艦隊に所属した。この年の10月25日、巡洋艦アブローラが東急に対し砲撃を行った、時、10月革命の勝利は決定づけられた。 午前10時、革命戦時委員会は、VI レーニンの署名の下、ロシア市民に対しすべての権力が、労働者と農民に掌握されたことが宣言された。この宣言は、巡洋艦アブローラの無線装置を使って発せられた。南ロシアにあったペルナーチは、革命の一方をロストフナドヌーで傍受した。また、10月25日と翌26日に行われた第二こうしたことから、 ペルナーチは、南ロシアにおいて、ソビエト政府の政令を代弁する役割を担った。そして、それまでコルヒーダとして知られていたペルナーチは、これ以降、ドンのアブローラと呼ばれるようになった。しかし、ドンのアブローラの運命には、右与曲折が待ち受けていた。南ロシア一帯は、強大な白軍の勢力下に入り、ペルナーチも1918年には、ロストフに勢力を伸ばした。 自由軍に接収され、白色ドン小艦隊に編入された。1919年3月1日には、ペルナーチは、エリピジホール旧砲艦 K1 例及び、K、K1 に、武装装海艇アタマンカレージン及びレドコーラ、ドンスキーフギールル、三隻のボリンデル休養陸艇と共に、タガンロークアゾフ海文献隊に所属した。アントン・デニーキン将軍が、南ロシア軍を編成すると、 1919年5月には、ドン将艦隊は、国会艦隊に組み入れられ、ロシア海軍機である聖、アンドレイ機を掲げた。この時、ペルナーチは、元のコルヒーダに感銘を戻された。1920年、国会を吹き荒れた嵐によりコルヒーダは遭難した。そして、ブルガリア沿岸のカライコールブルン岬沖で、沈没した。3年後、その引き上げが試みられたが失敗に終わった。 調査を行った潜水婦はわずかに上部構造の一部を引き上げたに止まった。現在、ブルガリアのバルナにある海軍博物館にはコルヒーダから引き上げられた二つの遺物が展示されている。それは犬足の頭部を掘り込んだ木製の選手像と羅針板である。また、コルヒーダの模型がロストフなどのーの郷土資料館に展示されている。ありがとうございます。